おはようございます。こんにちは、こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。自民安倍派が最後の総会、事実上の解散へ、花枝から塩谷龍座長の辞職を求める声もというふうに言われています。自民党の安倍派は派閥の総会を開き、政治団体の解散に向けて、残務処理を行う。 生産管理委員会の設置を決めました安倍派はこの総会をもって事実上の解散となりますというふうに言われていますねそしてこちら残資金は公的機関に寄付へとも言われておりますはいそうですね同率をもって政治活動を停止することも決めたというふうにこちら産経の記事でも出ておりますねそして こちら毎日新聞の方では、官流文を上乗せ記載、提案あった下村氏が安倍派幹部協議明かすというふうなことを言われています。自民党の下村博文、元文部科学省は31日、国会内で安倍派の政治資金パーティーをめぐる裏金事件に関し、記者会見を開いた。2022年8月に派閥幹部らで会合を開いた際、キックバックの扱いについて協議したと明らかにし、 出席者の1人から還流分を議員個人のパーティー収入に上乗せし政治資金収支報告書に記載する提案があったと説明したということがここでは語られております。ね、いろんなことが言われていますけども経緯が明らかになってくるかもしれませんねますます。そしてこちら。 西目高三郎元復興所も大会届、大会者は8人にということで、茂木派の空中分解というふうに言われていますが、さらに大会者が増えて8人になったということなんですね。 で一方、こちら自民茂木派、新たな政策集団としての活動の仕方を検討というふうに言われていたようなんですね。自民党の茂木派は派閥の在り方をめぐって所属議員による会合を開き、金と人事から完全に決別するとした党の中間取りまとめに沿って新たな政策集団としての活動の仕方を検討していくことを確認しましたということなんですね。派閥を解消するというのは政治団体を解消することだと述べたことを踏まえと。 ここですね岸田総理が国会で派閥を解消するというのは政治団体を解消するということだと述べたことを踏まえというふうに言われていましてね結局ねまあまあ岸田総理はそうやっておっしゃってますけども国民のか皆さんは派閥を解消するっていうのは政治団体を解消するというかこのグループをやめるってことじゃないのかみたいなまたこう偽物じゃないかみたいな目くらましじゃないかみたいな言われても仕方ないのではないかなと思ったんですけども亜美さんが「 こちらこのように言われていますが政党とか派閥って元々政策集団じゃないんですか問題はお金の問題であって派閥を政策集団と言い換えたって全く意味がないでしょう国民はバカだと思ってるんでしょうかやだなというふうに言われていまして本当にね、国民がこうやって怒っても仕方がないですよね で、えー、こちらちょっと話は変わりましてこのような記事が出ておりました自民部会で公明批判続出防衛装備移転で連立を解消してでもというふうな声が上がっていたようです自民党の国防部会安全保障調査会合同会議は31日防衛装備移転三原則の見直しについて議論した出席議員から連立相手の公明党に対する反発が相次ぎ 連立を解消してででも進めるべきだとといいっったた声が上が上うのですね三原則とその運用指針の見直しをめぐっては日本イギリスイ,イタリアで共同開発する時期戦闘機を念頭にした国際共同開発品の第三国移転の結論が持ち越しとなっており政府は与党に対し日英イ三カ国の 作業分担の交渉が本格化する2月末までに合意するよう要請したが公明は慎重姿勢を崩していないこの日の会合では国益のためには公明党の反対を仕切ってでも進めなければならない連立を解消してでも進めるべきだといった厳しい意見が出たほか首相が直接公明の山口代表と話し合い前に進めるべきだなどと首相のリーダーシップを求める声も上がったというふうに言われてるんですね自民党内のしっかりした考え方を持っている人はやっぱり連立を解消してでもというふうなことは言われてるんですよね でカルタさんがこのように紹介されていますイギリス、イタリアと共同開発の時期戦闘機を日本が直接第三国へ輸出可能とすることに公明が反対おまけに山口代表は積極りできない優先課題を差し置き憲法に力を注ぐ状況ではないと改憲反対論自民は激怒し連立解消がトレンド入り国益のためにぜひ連立解消をまさに国民の悲願というふうに紹介されていますねはい産経の記事でこのように紹介されていらっしゃいますね 小野寺逸典さんがここにいらっしゃいますね。石破さんとか中谷さんとか、あいろんな方々がいらっしゃいますけども、ね、トレンド入りしたんですね。連立解消っていうのが。いや、そうなればいろいろ変わってくる。ね、今までとまた状況が変わるかもしれませんね。いろんな意味で。で、先ほど憲法改正の件はこのように唐田さんがツイートされてましたよね。憲法改正にまで反対というふうに言われてるようで。ね。そして、 こちら、石破さんの関係、あこれちょっとあの派閥の管理に戻るんですけども、石破茂氏自身のグループ、水月会の勉強会再開へ、総裁選に見据えた足場固めかというふうに言われていまして、自民党の石破茂元幹事長は31日、国会内で自身を中心とするグループ、水月会の会合を開き、グループとしての勉強会を再開する方針を明らかにしたという。 言うんですよね、9月の岸田首相の任期満了に伴う総裁選を見据え党内での足場固めを固める狙いもありそうだとこの日の出席議員は石橋を含め5人だった今後は同会に過去に参加した無派閥議員らにも参加を呼びかける予定だというふうに言われていまして派閥がなくなって派閥解散って言ってる時でこうグループがこうやって動き出すっていうのはなんかこう一緒なんじゃないかとか国民が勘違いするような動きをされているのではないかと。 思ったんですけどもどもううなんででしょうでこちら「自民時代は無派閥か反派閥グループ結成やポスト見据え存在感生還する議員も」というふうに言われていまして反派閥グループってグループ結成する方向ってね結局これはまた国民の皆さんがね結局作るんかいみたいなグループ作るんかいみたいな感じでなっても仕方ないような動きですよね。 まあだから結局そういうもんなんですよね人ってこうねいつもあの番組でもおっしゃってるように人はこう派閥ができるもんというかグループができるもんなんでやっぱりこう派,派閥が悪いのではなくて今回お金の件が問題だと不記載が問題だったということをやっぱりなんかこう論点がずれてってるっていうのはやっぱりこう岸田首相とかこの党の執行の人たちがしてしまってるそういうミスではないのかなとか思うんですけど皆さんはどう思われますかねちょっとこの記事見ておきましょうかね。 自民党の派閥パーティー収入不記載事件を受けて、派閥政治に厳しい視線が注がれる中、無派閥議員が反派閥の議員グループを立ち上げるなど、活動を活発化させている。派閥単位で党内情勢が決する従来の構図が崩れつつあり、主流派への返り咲きや9月の総裁選を見据えた環境整備と目される。一方、無派閥が脚光を浴びる状況を前に、 政官の構えを崩さない議員も岸田派など4派閥が解散を決め約190人が新しく無派閥になることで元祖無派閥の存在感が低下された形ともなっているとなるほど元祖無派閥の方たちの存在感が低下されるという風な見方もあるんですねなるほどと思いました無派閥の野田聖子さんもねえ総裁選に向けて挑戦のそういう声が出ておりましたよねで、やっぱり高市さんへの 期待っていうのももまますますねもちろん保無派閥から議論をリードもというふうなことも言われていますよね。2割から7割、元祖,元祖の存在感が希薄にと、先ほど申しました無派閥、もともと無派閥だった方の存在感っていうのは確かに希薄になるという見方もあるのかもしれないなとかそんなふうに思いました。で、こちら、格好悪い指摘も。一方、旧石破派、水月会出身で無派閥の 平議員は23日動画投稿サイトの番組で共演者から無派閥に有利な情勢を指摘されるとこう語ったここぞとばかりに俺は無派閥だとやるのもかっこ悪いダッサーみたいな感じがする本当に派閥にお世話になった人ほど派閥解消しろと言っているのも見るとなかなかね俺にはできないな無派閥のベテランは無派閥議員のグループ化についてことが起きてから作るべきではない腹の中が見えてしまう 欲望丸打しだよと指摘しているというふうなことも指摘されていまして、えー、本当にそうですよね。はい、いろんな議論がありますけどもこの無派閥の方たちっていうのもまた一つの注目ポイントですし逆に言うと党執行部の権力が強くなってしまったのではないかみたいな見方もあってこういろんな、ね、見方がありますよね。でこちらザクザクの方では最大派閥安倍派消滅五人衆に責任投下へ。 岩田氏、星のリーダーとして期待できるのは高市さんの経済安保省ということで無派閥の高市さんの声があ高市さんのお名前がここでは上がっていますね、星のリーダーとして期待できるのはということで、ね、本当に高市さんがもしここで自民党の執行部に入れば執行というか総理大臣になれば相当いろんなあ景色というのが変わりますよね、きっとね。で、ここだけ見ておきましょう新しい集団結成を模索する中で安倍派が体現していた 自民党保守派はどうなりそうか政治学者の岩田知氏は昨年 LGBT 法案成立をいいダクダクと飲んだ時点で保守派としての清和会をは終焉していた岸田政権の内政外交の問題点に切り込むことなく安倍派を名乗り保守派を装っても国民を本質を見抜いている保守のリーダーとして今後期待できるのは安倍派と,とも近かった高市早苗経済安保相ぐらいしか思い当たらない息のある 安倍派議員たちは思いを新たにあら次の局面へしっかりと動いてほしいと話したということで確かに高市さんへの期待が今最も高まっている感じがしますねそしてあこれネスセキュリティクライアンスの方もねいよいよ動き出しますからね期待ですねでこちらあー柿澤美都議員が議員辞職されたと区長選めぐる公職選挙法違反でというふうに言われてるんですね議員辞職されたということで こちらこの NHK 記事を紹介されて日本保守党公式さんのポストでは竹澤水戸氏の議員辞職を受け日本保守党は東京江東区支部設立を緊急執行部会議で決定しました江東区は政治の過業化と腐敗の温床的な地区となってしまいましたここに支部を置き保守党の主張を広め世直しを進めてまいりたく存じます皆様ご支援のほどよろしくお願い申し上げますというふうに言われているんですよね で、合わせてこちら、川村隆さん。衆議院東京15区日本保守党東京高等支部設立日本国裏金地獄本当は地方議員からの裏金要請がその中心なぜなのか議員を家業とし長くやるため確かな組織を作るそれが犯罪行為たる裏金のやり取りマスコミコメンテーターも本質分かったら日本保守党だけが家業かストップ本当の主張というふうに言われていましてで、えー、もう一つこちら ネット保守連合事務局の高杉さんがあ東京15区選出江東区の自民党掛沢美斗議員が買収で議員辞職岸田総理は解散総選挙ができ次第なので東京15区の衆院議員補欠選挙が実施されると思います日本保守党は候補者を擁立すると思いますさてどんな候補者を擁立するか楽しみですねということなんですね、はい、先ほど紹介したこちらの東京高等支部設立というふうなことで えー、もうしね候補者を擁立する方向に進んでいってるということなんでしょうか。東京中国の補欠選挙に向けて、えー、擁立されるんですかね。いやーこれは期待ですね。どこまで進むか分かりませんがあこの動きには大変期待しております。皆さんはいかがでしょうかぜひ皆様のご意見などコメント欄でいただけたら幸いです。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。通信最後やっぱりり癒し系動画で終わりたいいと思います本日はこちら ワニとカメのハイタッチということで見てみましょうどういう状況やねんっていう感じですよねこれねこれ可愛 <laughs> いい <laughs> はい私もハイタッチしますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた